タレントの鈴木紗理奈47が15日自身のインスタグラムを更新し、ハーレーダビッドソンでのツーリングを報告した。鈴木はこの秋連休は日光東照宮、華厳の滝、東京ツーリングしてきましたと報告。ハーレーダビッドソンに乗った一行が東京タワーの前を通過する画像を投稿し、リターンライダーな上、久々のバイクにド緊張でしたが、シンディと結城さん率いるブラックノートの兄様たちのおかげで2日目にはいつもの減らず口叩く余裕さえ出てた、楽しすぎた、余韻がすごいと楽しんだことを明かした。